こんにちは。テンバアカデミー堀秀夫です。今日は、アマゾンで、換金性の高い商品を売るのはリスクが高いです。というお話です。アマゾンでね、換金性の高い商品を売るのは危険だという一例で、まあ、ニュースが入ってきました。アマゾンはね、えー、厳しくチェックすれば、重複登録をほぼ100%補足可能です。 ただね、購入者の重複登録だとしたら購入者が減ってしまうと。当然100%、えー、重複登録を防ぐためには、えー、疑いがあってね、えー、本当は、えー、重複登録じゃないのに重複登録に見えてしまうという人もね、えー、排除することになります。まあ、これはね、えーまあ、例えばフリー Wi-Fi で繋いだね、えー、バイヤー、 これね、同じフリー Wi-Fi をね、えー、よく使ってる、えー、似た住所のこの二人、購入経歴も似てるからね、同一人物だろうと思ったとしてもね、えー、じゃあ、買わせませんとなったらね、えーまあ、購入者が減ってしまうわけですよね。まあ、10人ね、えー、買わせませんとすれば、そのうちね、えー、6人、7人は、まあ本当に重複登録なんかもしれませんけど、まあ残り3、4人はね、えー、多分、 とばっちりというかね、え、え罪だということになります。そう考えるとね、重複登録は、バイヤーの重複登録はかなり緩いチェックしかしないと。一方、セラーの重複アカウントはある程度厳しくチェックするようになってます。まあ、そんな風なニュースでね、今回、Amazon でね、1億3000万円騙し取ったカップルがいるというニュースがね、いくつかのニュースサイトで出てきたんですけど、まあなんかね、解説が アマゾンの実態を分かってないというか、アメリカの小売りの実態をね、分かってないというようなね、解説。もひどい解説だなというのがありましたんで、えー、解説にツッコミ解説を入れます。引っかかってしまったと。でお店というものは、えー、品物が破損したり、万引きにあったりなどなど、あれこれ損失も予算に含んでいるものです。しかし予算が無駄にならないように、しっかりとクレーム理由などを調査するのが普通と。 まあ書いてありますけど、これはね、日本の一部の小売りだとね、えー、普通なんかもしれないですけど、アメリカだとね、こんなの普通じゃないですね。えー、小売業の実態を全く分かってない解説だなというふうに思いました。まず、商品噴質の原因の大部分は従業員によるものだと。ね、それに比べたら万引きとかね、えー、騙し取る購入者っていうのはビビたる割合なので、まあ、その クレーム理由を調査する予算や人手をかけるなんてのは全く無駄であると。それから気軽に返品できず、あれこれ調査だとしたら評判が悪くなって売れないというのがね、実態です。それからね、ネットショッピングの巨人、アマゾンは組織が巨大すぎてそこが甘かったと。甘いっていうよりも標準ですよね。そんなことやってる氷はどこもないと。まあ、逆に え神経質な本屋さんとかやってるかもしれませんけどね、えー、そんなことやってたらね、えー、全然利益につながらないし、客も足が遠ざかっちゃうんで、売れなくてなくなるというようなことになります。もっとい,い、膨大な売り上げ量とお客様第一主義によって、あまり力を入れてなかったのがクレームに対する調査。なんと、とある夫婦がこの甘さを利用して、えー、アメリカ Amazon から120万ドル、 1> 約1億3500万円相当の品を騙し取っていたのですと。アマゾン作業を行ったのは、インディアナポリスに住むフィナン夫婦、えー、品物が届かなかった、届いた品が壊れたいたなどのクレームをつけ、返品返金することで商品を騙し取っていました。それも GoPro、Microsoft、Xbox、Samsung のスマートウォッチなどなど、えー、合計120万ドル相当、 これね、やっぱ換金性の高い商品ですよね。持ち運びしやすくてちっちゃくて換金性の高い商品。これは思いっきりこういう詐欺に狙われます。夫婦は今年5月に逮捕され、先日有罪判決によって最大20年の懲役、返品返、返品、返金調査がいくらざるだとしても120万ドルも騙し取られるなんてと思いますが、この夫婦は何百もの平 フェイクアカウンントトを使ってトラッキングされということですね。ちなみに、Amazon からの申告で発覚したのではなく、インディアナ州警察と国税庁の調査で発覚。ということは、大量の商品を騙し取られていた張本人、Amazon は、ことが明るみに出るまで全く気づいてなかったということです。Amazon にとって今回逮捕された夫婦による損害なんて、痛くもかゆくもないのでしょう。 ただ、こういう人が他にもいる、いると思えば、真の損害が一体いくらになるの、なることをやらば、ね。やらば、なんでしょうね。まあ、いいとして。まずね、アマゾンの売上の60%は、売り主がアマゾンでない第三者、サードパーティー。ね。私たちみたいな普通の売り主なんで、まあ、実際、この、え損害というのはねえー、え40%程度、欧米に見積もって、アマゾンね。 それ,かさそれから、破損は輸送会社かサードパーティーの負担になると。壊れたものを入れたんじゃないか、お前って感じですよね。私たち上主に対してね。あるいは輸送会社にお前のせいで壊れたよと。で、輸送の二つは、運送会社か保険会社の負担になると。だからね、つまり、この1億3000万夫婦が騙し取ったとしても、アマゾンの損害は気がつかなくて当たり前ぐらいに小さいというのがね、 まあ、アマゾンの状況とか、まあ、その、物販でね、あるいはアマゾンがどういうふうに、その、回しをするか分かってりゃね、えー、分かることなんですけど、もうなんか思いっきり実態違うね、うん、こう,いうニュースですらないんじゃないのかなと思ってね。ところで、そのソース元っていう本文はね、えー、なんて書いてあったんだろうと思ってチェックしました。そしたらね、えー、全然もう記事は似ても似つかないと。ね、えー、この、 住んでる場所のカップルは、アマゾンから120万ドル以上の商品を盗むことを認めた。盗んだことを認めたですよね。で、この夫婦の二人の名前と、あとね、詐欺やマネーロンダリングをしたことを認めたと。これね、えっ、ー、と、この別件でというかね、これマネーロンダリングの一環としてやってたから捕まったんじゃないかなというふうに思います。というのは、えー、 まあ判決はね、えー、最大20年の懲役と500ドルの罰金を課すと。ね、で、単案書の条件でこの夫婦は元居回復に121万8504ドルを支払うように命令される。これね、アマゾンの被害額と一致してるんで、他のことをやって捕まったんだったらね、この金額が一致してるわけないんですね。ってことは、アマゾンでやってた行為が詐欺やマネーロンダリングだっていうふうになったわけで、別件で捕まったっていうことじゃ、 なないなといいとうに思いますでただ、これをアマゾンのこの詐欺を見つけ出したのはアマゾンじゃなくて、えー、国税庁とマネーロンダリングを疑った、えー、金融機関ということでしょうね。で、えー、あとは、まあ、判決とこの刑事告訴の、ね、決まりについて書いてあってさっきのね読んだアマゾンがアマゾン氷で気づくのが当然ですとかね、えー、全然そんな記事ないですよね。 で、別件で捕まったとかっていうこともおそらく違いますね。で、まあ、こんふうにニュースソースをもとにね、えー、事実に基づかないフィクションを書くというのがね、ニュースと呼べるんだろうかと。いや、待って、日本ではねに、日本でニュースと呼ばれているものは、まあ、何か、えー、あったときに、まあ、フィクションなりね、受けがいいように、あるいはね、ライターが、えー わかんないながらも、物語としてね、何か考えついてこう書くというのをね、ニュースというのかなというふうにね、思いました。まあ、ね、もといい、アマゾンで換金性の高い商品を売るのは危険です。あの、まあ、このニュースを見るまでもなく、まあ、常々言ってるように、アマゾンというのはね、高い商品を売る場所はないと。換金し、換金できる商品を売る場所はないと。ね 関門がいくつもありますね、えー、この逆に購入者が騙し取るっていうのはね、割合としては非常に少ないと思います。それよりも問題なのはね、えー、送って、えー、アメリカの国内輸送とかね、Amazon の倉庫とか、あるいは Amazon の倉庫から出て、えー、購入者に行くとことか、配達して、その、えー、配達された家の人がね、商品を家に入れるまで、ないしょう、玄関先に置いてっちゃいますからね。 それぞれの場所でね、えー、こう、なくなる、あるいは壊れる危険がありますんで、で、どっかで壊れたらね、今やアマゾンは、その被害はね、えー、もう極力、アマゾンのせいじゃないと。ね、あの、出品者がこのぐらいの損害を被るのは当然だというようなね、姿勢で対処してきますんで、まあ、基本的にアマゾンで売るものは、ね、えー、壊れたりなくなっても惜しくないもの、ね、で、利益率の高い商品。 で、換金性の高い商品は、えー、危険だから売らないというのをお勧めします。また商品選定についてはですね、えー、お気軽にご質問ください。特にこれから、ホリデーシーズンに入るとね、えー、輸送事故も増えるんで、ね、誰も詐欺とかやろうと思ってないけど、単に事故でなくなるとかね、えー、ゴミと間違えて捨てられちゃったとか、えー、そういう笑えない、えぇ、ー、シャレにならないようなね、え間違いもたまに起こりますんで、えー、商品選定には、えー よくよく慎重に決めてください。個別のね、これどうでしょうあれどうでしょうって個別の相談まで応じてますんでね。まあ本当お気軽にご質問いただければと思います。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。